フルサブサスフル。なんだか人の良さそうなこの男の名は松橋智弘、人間科学部4年生。昨年まで早稲田祭運営スタッフ、通称ウンスタの幹部として早稲田祭を盛り上げた。なんか18を見た時に、はい、あ、俺4年生だったらこれ絶対やりたいなと思ったの。2018の生のステージを見て、生のステージは見てないんだよね。あ、そっか、忙しいですもんね。そうそう、そう、有名だったから。なるほどなるほど。 YouTube で見たんだよね。 YouTube でそんな、そう、あのね、なんか人がちらほらしか集まってなかったから、あ、なんかバカなことやってんなって最初思ってたんだけど、気づいたら夢を叫んだ瞬間にみんなが結構集まってきて、ゾワゾワ集まってきて、遠くから見てたんだけど、あ、面白そうだなと思って、その後帰ったら YouTube 見てみたら、めちゃめちゃ感動して。なんかもう、大学残りわずかじゃないですか。うん、やりたい、大学のうちにやりたいって。めっちゃある。あるんだ。うん、俺、9月の3日まで行っちゃう。北海道に。はい。で、9月の3日から。そんなわけで、松橋さんは突如、1ヶ月の酪農体験に。突然、北海道に飛ぶ男。松橋とは一体どんな男なのか。迫ってみましょう。まず浪人生活を送った予備校に連れて行ってくれた。まあ、アルバイトもその後その予備校で3年間やってたから計4年間通った道ですね。やっぱ特殊な予備校だったんだよね。強制自習って言って朝から晩まで出ちゃいけないんだよね。監獄みたいな感じでさ、そんな環境の中でやっぱり最後まで切ったのは自信になってるという。そして念願の総大生としての生活が始まった。早稲田祭の運営スタッフに全てをチーフっていうリーダーをやってたから注ぐっていうのを目指してて、で早稲田祭もなんとか満足できたっていうところがあったから、今度はもっと上を目指して代表選挙に、ウンスタの代表選挙に出たんだけど、まあ、残念ながら落選しちゃって代表選挙落ちたけど、やっぱその早稲田祭っていうのをなんとか当日盛り上げたいなって思いが強くて、ラジオ番組を立ち上げて2日間こういろんなサークルを巻き込んでラジオ番組だったりとか、なんかそういうのに時間を使ってましたね。今まで高校生の時にひたすら野球をやってきたっていうところがあったから、それまででは感じられなかったなんか自分の価値観とかを広げるためにもたくさん経験をしたいなと思って、早稲田一の経験コレクターになるみたいな思いを持ってたんでね。他の人が行かないような環境だったりとかやらないような経験っていうのを俺は積みたいなと思ってて、人に会うことで、人に会って話すことで多分自分のアイデンティティとかっていうかどんどん確立されていくなっていうのを思ってたから、でそこで選んだのがヒッチハイクで、北海道から鹿児島までヒッチハイクをやってとか、あとオーストラリアでもヒッチハイクをやって、本当に200人以上に出会ってお話をして、こんな人たちがいるんだっていうところが自分にとってはすごく大きくて。そういえばやたら休憩中素振りをしていたような。ということで野球少年松橋も振り返ってみよう。やっぱこう踏ん張れそうにない時でももうちょっと頑張ってみようって思うようなそこがあるかなと思ってて、今回の酪農もすごくきつかった、あの2ヶ月間めちゃめちゃきつい環境だったんだけど、なんかもうちょっと頑張ってみようかなと思ったのもやっぱ野球で培われた精神的な強さっていうのは影響してるかなっていうのは思いますね。もっと楽しい環境の中で野球やれたら良かったんだけど、なんか押し付けられて野球をやってる感覚に途中からなってしまって、それが悪化してイップスっていう、こう病気になっちゃったんだよね。ボールが思うようにこう投げられないっていうか、こう投げるってなってもこう引っかかっちゃってうまく飛んでいかないとか、自分の中でやっぱ追い込まれてしまっているところもあったのかなと思ってて、やっぱりこう野球の経験っていうのが自分なりにはこう檻の中に閉じ込められてるような感覚でやっぱり野球をやってた。俺自身の今後の生き方としても、なんか自分が好きなことを好きなだけ熱中できるような、姿勢で今後も生きていきたいなって思うし、この野球のこれまで12年間の野球生活っていうのの反省を生かして今後の人生歩んでいきたいなっていうのは今僕は思ってますね、うん、そしてあの日拾ってくださった方を訪ねてみることに。現在消防士として働いている山崎さんだ。山崎さんが当時綴ってくれた言葉。人が旅をするのは到着するためではなく旅をするためである。俺も旅に出たい。
こでこう毎年なんか赤ふんどしでを履いて夢を叫ぶっていう一応ダンスをした後にいいなぁ、うっそい結構でもそれは俺の夢だね。ああそうなんですね。すげえ俺の夢だもん。なるほど。世界旅して。ああそうなんですね。そう、もうバックパックとかめっちゃやりたいもん。あ本当ですか。が大学生とかだからそういうのできるからめっちゃ羨ましい。そうですよね。なんかどういうタイミングがあるんですかね、社会人でそれやるってなったら。いやもうないでしょそのタイミングなんか当時多分僕で多分夢言わなかったと思うんですよ、ね、一方で確かに。でなんかそこがちょっと若干の悩みだった部分もあって、うん、でどうなの今は変わったの。その就活のご報告も兼ねて社会人としてのアドバイスを伺った。でもね、頑張りすぎないことが、あこれから何十年って働いていくってなったら、うん、そんな頑張りすぎたら持たないから。なるほど。仕事のために生きてるわけじゃない。はい。うん。ちょっと改めて、まあなんかこうスケッチブックにちょっと大きく夢書いてもらいたいなと思って。それを一緒男祭りとして集めている夢を山崎さんにも新たに書いていただきました。人がちょっとちっちゃくね。山崎さん、またまたお世話になりました。いや俺こそいただいて。出会いに感謝。本当ですね。この夢を胸に松橋智弘、数日後叫びます。誰に届けたい。そうね。今それこそ。あまり自分がやりたくないことだったりとか、周りの評価っていうところに縛られて生きている人っていうのに伝えたくて、やっぱりなんかここは俺が野球の時に経験したことだったんだよね。その縛られたりカゴに入れられてるような感覚っていう、何かこう周りから制限を受けて自分がしたいことを全くできてない人に向けて今回俺の夢叫びを伝えたいなっていうふうに思ってます。ガチだぜパワフル魂、ガチだぜスウェイも甘いも、ガチだぜドゥーバット根性、男は汗かいて。俺の夢は